何でも安倍政権にこつけなきゃいけないんだろうか。動画をご覧いただきましたありがとうございます。慎長家でございます。えっとですね、昨日ですね、えー、ジャーナリストでですね、映像作家をやられている、いう伊藤しおりさんという、まあ、方がですね、えー、自分はあの、望まない声防、えー、行為をされたということで、えー、裁判を起こして出らした。えー、これはあの、刑事じゃなくて民事裁判なんですけど、えー、裁判を起こしましたと。 で訴えられたのはですね元 TBS の記者で山口さんという、山口紀之さんという方です。で、まあ、この方に対して行われた民事訴訟が昨日ありまして、えー、まあ伊藤さん側が勝ったと、まあ、あこれは望まない性交渉であり、合意はなかったと、まあ、いうようなことですねで。山口さんに対して賠償命令を 下されたと山口さんはですねそれに対して非常にこうまあ,あー怒ってらっしゃって、えー、記者会見して、ですね、まあ、即時控訴しますなんてこと言ってるんで、まだまだこう裁判は続くようなんですけども、あの私はですねこの事件に関して言うと、まあ、新聞報道ぐらいですが知らないんで、えー、どっちがいいか、どっちが悪いか分かりません、私の感想からすると、ですねまあ、この合意っていうのはちょっと難しいんじゃないのかと、合意がないんじゃないのかであるがゆえに、判決は正しいんじゃないかなということを、漠然と思っています。 先ほど言いましたよう、ね、に、これはちゃんと調べてませんから、あこういうことについてですね、はっきり言うことはできません。だから、今の段階で言うと、伊藤さん側の方が正しいのかなっていうことを漠然と思ってるだけであって、山木さん側が正しいかもしれない。二進でひっくり返るかもしれないということなんですけど、えー、今回問題にしたいのはですね、そういうことではなくて、えー、こういうようなことをですね、いちいち安倍政権に結びつけなきゃいけないのかなっていうことなんですよ。 どういうことかというとですね、この山口さんという方はですね、一回逮捕されそうになったんですね、この事件について。で、なんですけど、直前になってですね、逮捕状の執行がですね、停止させられたと。で、この逮捕状がですね、発行されて、直前に停止されたということは、これ客観的な事実なんですけども、そこでですね、あの、安倍政権の圧力があったんじゃないのかっていう話なんですよ。 これどういうことかっていうとですね、あの、逮捕状請求について思いとどまるように言ったのはですね、えー、もともとですね、菅官房長官の秘書官をやっていた警察官僚の方で、まあ今はもう秘書官じゃないんですけどね、えー、まあ本人自身がそれを認めているということなんです。で、この山口さんという記者さんはですね、安倍政権に非常に近い方でいらっしゃるんで、 安倍政権経由で、まあ、いわゆる泣きついてですね、安倍政権から、まあ、警察の方に圧力をかけて、でそれで、まあ、いわゆる逮捕状の差し止めをさせたんじゃないのかっていう話なんですよ。で、これに類する話っていうのはですね、えー、例えばですね、今朝の情報番組で玉川徹さんがですね、まあ、ストレートには言ってませんけれども、この方は安倍政権に非常に近い方なんだっていうことで、二審三審でひっくり返るかもしれないとか言ったりとかですね、 えー、昨日、の山口さんはです、ねえー、判決を受けた後に外国人記者クラブで記者会見をしているんですけどその中で外国人の方からです、ねあのー、菅さんからの圧力があったんじゃないかなんてことを取り上げたりですね。 あと、ですね、えー、その私が非常にですね軽蔑してる、ですね、えー、そのというか、バカじゃねえかと思ってる、ですねあの元外務官僚のです、ね、天木さんという方が、ですね自分のブログの中で、ですねこれは安倍政権の陰謀だなんてこと書いてるんですね、まあ、相変わらずすっとことこいだなと思うんですけども、まあ、こういうようなことっていうのは、ですねまあなんていうのか、陰謀論なんですね、根拠がないんですよ、というか、常識的に考えてみて、まあ個人的に言うと、あ,ありえないなというふうに思うわけなんですよ。 この問題というのは非常に真面目な問題です。もちろん、その女性とですね、まあ、その男性の側もですね、いわゆるその人生がかかっているわけですよ。で、性暴力があったのかなかったのか、まあ、それに対してですね、えー、その合意があったのかなかったのか、まあ、いうようなことに関してはですね、まあ、真面目に論ずるべきであってですね、こんなことをですね、いちいちですね、その安倍政権でな何だということにですね、かこつけて話をする必要性はないはずなんですよ。 あの私はこの問題については2つ問題があると思ってて、1つは性暴力があったかどうか、女性に対するまあ性暴力の問題ですね、もう1つは、もしそういうことがあった場合、女性が訴えることができるのかどうか、このハードルが日本では非常に高いと言われてます。だから、その問題について真面目に論ずるべきであって、あのそういうことをですね利用して、ですね自分の都合のいいようなプロパガンダにですね使うべきじゃないと思うんですね。 で私はですね、なんでこんなことはありえないというふうに思っているのかというと、ですね、あの一つには安倍政権にとってのメリットが全くないんですよ。なんでこの山口さんのためにそこまでリスクを負わなきゃいけないのと、普通こういうことをやるときは、ね、リスクとリターンというのものがあるわけですね、つまり、この山口さんという方を救ったところで、安倍政権にとってどんなリターンがあるのと。 まあ確かにこの方っていうのは安倍政権に近い方であって、安倍政権の、まあ、ある種の提灯記事を書いてくれるのかもしれない。ね、だけど申し訳ないけど、安倍政権の提灯に記事書いてくれる人だっていうんだったら、他にもいくらでもいるわけでしょ。別にこの人に頼る必要性はないわけですよ。で、ましてやですね、この事件に関して言うと安倍政権は全くかかってないわけですね。 なんか安倍さんのなんか、ね、パーティーかなんか山口さん呼んでその、そこに一緒に伊藤さんもいて、そこでなんかそういうレイプがありましたっていうんだったら、安倍さんの責任になるかもしれないけど、そんなことは全くなくて、2人のプライベートな関係の中において行われたことなんですよ。それであるにもかかわらず、安倍総理大臣になり、安倍政権になり、もしくはその安倍政権の官僚なりが、ですね、なんでそこはリスクを負わなきゃいけないの安倍総理大臣からすると、ですね、これ、救ったところで大したメリットはないし、もしこれがばれたらですよ。 もしこういうこと事実があってそれはバレたら、今度は安倍政権なんか一発で吹っ飛びますからね。それこそ桜のビル会なんてことと桁違いの話なわけですよ。ね。一人の女性がレイプされたことに対して警察官に圧力をかけてね、揉み消したんですよなんていうことが事実だとしたら、とんでもないことですよ。で、そんなリスクを負う必要性がないわけなんですね。ちなみにですね、この安倍政権云々のことについては伊藤さんは言ってないんですね。 あのいわゆる警察が逮捕は難しいと言ったときに、あの理由として挙げていたのは、この山口さんが TBS の人だからなんですよ、TBS の人間だからちょっとやるのは難しいねと、まあ、簡単に言うとメディアの人間だからですよね、まあ、もちろんメディアの人間で、まあ、それなりには著名なメディアの人ですから、それを逮捕してです、ね、後、え、半、ー、が維持できなかったということは大変なことになるわけですよ。 だから、まあ、逮捕を、まあ、躊躇していた部分があるわけですね。警察官と上層部の人間たちもですね、やっぱりそういう部分があったと思うんですよ。逮捕して交換維持できなかったらどうするんだって話なんです。ちなみにですね、今回のことがあってですね、なんで有罪になったじゃねえかみたいな話になったりするんですけど、これはちょっと違って、あの、今回は民事ですからね。民事っていうのは立証のハードルが非常に低いんですよ。まあ、非常にってことはないですけど、まあ、基本的に低いんですね。だから今回の件で、えー、伊藤さんが勝ったからといって、 えその山口さんに対して、あの検察は動かなければいけなかったなんていうのが、ですね、まあ、いくつかちらほらちらほら意見で出てるんですけども、そんなことではないんだよと、検察官が起訴して、公判を維持して有罪判決に持っていけるようなですね見込みがない限り、検察というのは基本的に起訴しないんですよ、つまりこのように、ですねいわゆるその安倍政権云々ということは、ですね全くのまあおかしな話なわけですよ、つまり有名なジャーナリストを逮捕するのは、それなりのリスクがあるわけです。 で、それで、えー、逮捕してですね、後半が維持できない、なんていうことになったらどうするんだと。民事訴訟であ、伊藤さんが勝ったからといって、刑事で勝てるとは限らないわけです。事実刑事の問題で言うとですね、これ検察審査会でもですね、えー、その、不起訴にしたことは相当であると。え不起訴にしたことは正しいという結論を出してるんです。この検察審査会っていうのは、民間人ですよ。これはあの、裁判所の管轄にある民間人でが判断してるわけです。だから、 この検察官僚がですね、その逮捕状を差し止めたことも、この人がですね、菅さんの、まあ、あそばにいたことも、何ら問題のあることではないんです。そして、この問題というのは先ほど言ったように非常に重要な問題です。性暴力の問題でもあるし、性暴力を受けた女性が訴えにくいという問題。 例えば警察官がですね、いわゆる伊藤さんに対して、いわゆるこういうそのなんか人形かなんかを持ち出して、どういうふうにあったんだって言って、ですね、みんなでこの目の前でですね、こういうふうにされましたっていうようなことをです、ねまあ、演じなきゃいけないなんていうのも、ある種、屈辱的なたことですよで、そういうような問題についてですね、議論しなきゃいけないんであって、何でもかんでもですね、こういうことがあると、ですね、えー、なんか自分の都合のいいように利用しようとする、そういうような輩がですね、ジャーナリストであるとか、政治家であるとか、運動家の中にいるんだと。 でそれをですね私はですねえちょっと違うんじゃねえのともうちょっと考えなきゃいけないことはあるんだろうとでこの問題がねですねどういう風うな結論になるか分かりませんだけどですねこういう問題は真面目に考えるべきであり自分の都合のいいように利用するのはいけない絶対やってはいけないんだとまあ、いうことをですね私たちは強く認識しなければいけないなという風うに思います、えー、そしてですねこんなもんでいちいち安倍政権が安倍が安倍がって言って,言ってる奴らっていうのはですね脳みそに宇治湧いてんじゃないかなっていう風に 私は強く思いますね、えー。動画を聞いていただきましてありがとうございます、えー。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。